兵庫県にお住まい菊池家の実家飯。作り方は、まず餃子の皮を4等分にカット。これで無理やり4倍に。そして1枚ずつ引き伸ばしていきます。 1.5 倍ぐらいまで引き伸ばしたら、次は具材やけど、キャベツの芯であったり、人参の皮であったり、またかさ増しのためにご飯入れたり、当たりの日はひき肉とかちょっと入ってました。そんな具材を伸ばした餃子の皮で包みます。そしてフライパンでしっかり焼いていくんやで。皮に焦げ目がつけば完成。こちらが菊池家のバイバイ餃子。一口でいけそうで、なんか美味しそうやけど、ちょっとでも工夫して、あのいいもん食べてもらえたら、牛も食べてもらえたら、その母の涙ぐましい努力やったのかもしれないね。今思えば思うんですけど。